メルセデス・ベンツ・ M クラス。メルセデス・ベンツ・ M クラス。メルセデス・ベンツ・ M クラスは、ドイツの自動車メーカーであるダイムラーが、メルセデス・ベンツブランドで展開していた SUV である。2015年より、GLE クラスへ名称変更されることが発表され、M クラスとしては2015年10月のマイナーチェンジをもって廃止された。3代目 M クラスは、 5人乗り SUV である、オーストラリア仕様のみ7人乗りがある。メルセデスベンツでは、SUV として M クラスの他に GL クラス、SUV として G クラスが存在する。メルセデスベンツの乗用車としては初めて、ドイツ国外、アメリカ、アラバマ州、タスカルーサ工場で生産された。メルセデスベンツブランドの中で、シティユースを意識した SUV として、 企画、発売された。当時、そして現在も、メルセデスベンツには、SUV の G クラスが存在するが、こちらはもともと軍用車両を源流とした車種であり、30年以上に、渡り基本コンポーネントを変えていないという、決して万人向けの車種ではない。このため、北米市場を主なターゲットとした、ファミリーユースでも利用できる、クロスオーバー SUV をリリースすることとなった。 ジープグランドチェロキーとプラットフォームを共有している。1997年に発表されたメルセデスベンツとして初めてアメリカ工場アラバマ州タスカルーサで生産された初代はその品質の低さと完成度の低さでアラバマメルセデスと国評され全世界におけるブランドイメージを大きく落とすことに一役買う結果になってしまった。例えばドアヒンジ等は 同時期のメルセデス社が採用していた、鋳造品ではなく、鉄板をプレス加工した安価なものを採用していた。その後、ヨーロッパ市場を向けに、オーストリアのマグナシュタヤでも生産された、1999から2002年、アラバマ工場製より、こちらの方が品質が高かったという。1998年から日本でも、ML320 の販売が開始された。 初代の反省の下、モデルチェンジで質感を大幅に向上させた。時速100キロでの高速道路走行では、E クラスよりもロードノイズや振動などは、非常に少なく、代わりに、風切り音が目立つようにな、ラグジュアリー性の高い高級車となっている。日本仕様は、当初、国土交通省の定める保安基準に準拠して、フェンダーにサイドアンダーミラーがついていたが、 スタイリングを崩しているとの声が大きく、後にサイドアンダーミラーの代わりにドアミラーにカメラを取り付け左前方の四角をモニターできるように改善された。日本では2005年から ML350、ML500 が販売され、2006年に ML63AMG が追加された。ML350、ML500 には販売当初から、 フルタイム 4WD の4マチックが導入されていたが2006年から ML354 マチック、ML504 マチックにそれぞれ名称が変更となった。なお2007年12月に ML500 が ML550 へとマイナーチェンジされ S クラスなど他の車種と同じく5 5ー v 型8気筒 DOHC エンジンが搭載されたか、パークトロニックと イージーパック自動開閉テールゲートが標準装備となった。2010年5月に ML350 ブルーテック4マチックを追加。3リットル V6 直噴ターボディーゼルエンジンとディーゼル、排出ガス処理システム、ブルーテックの組み合わせることで、ポスト新長期排出ガス規制に適合する。効率の高い電子制御7速、オートマティックトランスミッション、7G トラーノックを搭載。 JC08 モードで 9.4km リットルとコンパクト SUV 並みの低燃費性能、低排出ガス性能を持つ。ただし設計の都合上、左ハンドル仕様のみであった。2010年11月、インテリア、エクステリア仕様、装備を変更した、グランドエディションパッケージを ML354 マチックに、標準装備、ML350 ブジューテック4マチックに、 オプションとして設定た。ダークデザインのバイキセノンヘッドライト、専用デザイン19インチ10スポークアルミホイール、加えて内装に、シートやダッシュボードをはじめドアセンターパネルや、アームレストまで、レザーアタコ、人工比較をふんだんに使用するとともに、ブラックポプラウッドトリムとアンビエントライト、間接照明を採用する。AMG デザインの本革巻きステアリングと、ステンレスアクセル&、 ブレーキペダルも備える。ボディカラーにはパッケージ専用色としてクロマイトブラックを設定する。また、新デザインのドアミラーやシートデザインを採用、安全性と先進性を両立した LED ドライビングライト、盗難防止警報システムを採用する。またこれまで設定されていた ML550 がラインナップから落とされ、 V8 エンジンを積んだモデルは ML63AMG のみとなった。日本国内での価格は735万円マイナス1413万円であり、他の輸入車と同様、日本国内にある装備、仕様であれば、購入から、おおむね2から3週間での納車が可能である。なお、求める、仕様、装備の車がない場合は、 おおむね3ヶ月から8ヶ月程度の期間を要する。また、ML354 マチックにはスポーティーなエクステリアを演出するスポーツパッケージが、ML554 マチックには、AMG 製のエアロパーツやアルミホイールが付く、AMG スポーツパッチと4マチック用に、最適化されたエアサスペンション、ML63AMG には、標準装備。 ただし AMG バージョンのより進化したエアサスペンションを搭載を装備するオフロードパッケージが用意されている。また、二代目からはブルーテックを除くすべてのモデルにて右ハンドル仕様のみ輸入されている。2011年6月に発表された。日本使用者は発表から約1年遅れの2012年6月27日に導入された。フロントフェイスは 大型ラジエーターグリルと光を描く LED ポジショニングライトを内蔵した特徴的なヘッドライトを採用。リアビューは LED のリアコンビネーションランプや大型ルーフスポイラー、クロームアンダーガード一体型リアバンパーなどによりワイドローを強調した。エンジンはガソリン車の ML354 マチックブルーフィシャンシー、先代の ML354 マチックから。 解明には、新開発の3.5リットル V6 直噴ガソリンエンジンを搭載しており、先代に比べて最大出力を 34PS アップすると同時に燃費向上も実現。ディーゼル車の m l 3 5 0ルーテック4マチックは低圧縮比化やフリクション低減などの改良を行ったほか、可変エンジンマウントの採用により、静粛性と低振動性を向上。また、 この2車種にはトランスミッションに7速 AT-7G、トラーノックプラスを採用しており、新開発の高効率トルクコンバータや、テーマ札ベアリングを採用したことでダイナミックな、レスポンスと高い耐久性、ノイズや振動の低減を実現。さらに、アイドリングストップ機能、エコ、スタートストップ機能により無駄な燃料消費も抑える。なお、 m l 3 5 4マチックブルーフィシャンシーは平成21年排出ガス基準75%低減レベルと平成27年度燃費基準プラス10%を同時に達成している。ディーゼル車の ML350 ブルーテック4マチックは当モデルから新たに右ハンドル仕様が製造、導入されるようになり、日本仕様の ML クラスは全て右ハンドル仕様に統一されている。 ハイパフォーマンスモデルの ML63AMG は5.5リットル V 型、8気筒直噴ツインターボエンジンを搭載。先代から排気量をダウンサイジングしながらも、最高出力、最大トルクともに向上し、クロスオーバー SUV として、トップクラスの動力性能を持ちながら、エコ、スタートストップ機能や、AMG スピードシフトプラスの採用により、燃費も向上。 AMG スピードシフトプラスは3種類の走行モードとシフトダウン時の自動ブリッピングを備えた高機能トランスミッションで C モード、効率制御モードではエコ、スタートストップ機能を作動するとともに加速、変速特性をマイルドな設定にすることで早めに快適なシフトアップが行える S モード、スポーツモードや M モード、マニュアルモードではエコ、 スタートストップ能を無効にし、C モードに比べてエンジンやトランスミッションの俊敏性を大幅に高め、フルロード時でのシフトアップには点火と噴射を緻密な計算に基づきわずかに遅らせることで、シフト時間短縮に貢献した。生産国アメリカでの販売価格は、ML350 で47,270ドルと、日本の低価と比較し、かなり安くなっている。 2013年8月28日に日本市場でのフルモデルチェンジから1周年を迎えたのを記念し、ディーゼル車の ML350 ブルーテック4マチックをベースに、AMG スポーツパッケージ、AMG スポーツシート、全席、シートヒーター付け、20インチ AMG5、スポークアルミホイール、ラバースタッド付けステンレス製、 ラバーボードを装備し、スポーティーな外内装とするとともに、レーダーセーフティパッケージ、コンフォートパッケージも特別装備して安全性、快適性も高めた特別使用車、ML350 ブルーテック4マチック、ファーストアニバーサリーエディションを発売。オブシディアンブラック60台、ダイヤモンドホワイト40台の、計100台の限定販売となる。同年9月18日に一部改良。 特別使用者 ML350 ブルーテック4マチックファーストアニバーサリーエディションに特別装備されていたレーダーセーフティパッケージに加え駐車時や狭い道などで車両周囲の状況を4つのカメラによって俯瞰で確認できる360度カメラシステムの2点を全車標準装備さらに m l 百五十ブルーテック四マチックはアルミホイールをインゴツインスポークに デザイン変更して、サイズアップ。ML63AMG は SUV らしい、アクセントを加えるデザイン性と乗降性を高める、機能性を兼ね備えるステンレス製、ランニングボード、ラバースタド付けを、標準装備し、後席にもシートヒーターを追加した。また、m l 3 5 4マチック、ML350 ブルーテック4マチックは、オプションパッケージの装備内容。 価格を統一し、コンフォートパッケージ、ラグジュアリーパッケージ、AMG スポーツパッケージ、AMG エクスクルーシブパッケージの4種類に整理した。また、装備内容の充実より価格改定が行われたが、ML350 ブルーテック4マチックは装備内容を充実しながらも価格は据え置かれた。2015年10月28日に日本市場で マイナーチェンジに伴い GLE クラスに移行した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。